どうも、しょうやです。またアランウェイク続きをバシバシ撮っております。さて、やっぱテンポよくいかないとね、こういうゲームは。おっとおっと、クソクソって何ですか。クソって、あ、いけなくなっちゃったって話。どこから落ちてきたのこれは。え、どういうこと。ここにライトがあるよ。よし、リボルバーの弾薬を取る。 OK、 とりあえずマックスになりましたね。この謎のピラミッド何ですかこれは。よし、じゃあこれは展望台。お、なんか煙がもくもくいってるね。人がいるのかな。そんなことはあるまい。あー、また雰囲気変わってきた。これは何、ライフルに切り替えよう。もう仕方ないから、よいしょ、拾っとけ。ちょっと待って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 、よいしょ、あっぶな。オッケーオッケー、ちょっと周りを確認しよう。まずよし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 、あら、よしよし、オッケー。ふう、でライフル取って、ライフルの弾、あれ、ライフルの弾薬は、ライフルの弾薬を取る。オッケーオッケー。さあ、まだ敵が出てきそうな雰囲気。目の前から、いっ、危ない危ない危ない。後ろは大丈夫、後ろは大丈夫ね。よし、連打連打、避ける。横にもいる、あっぷれあっぷれ、気づいた、あっぷれ。ちょっと待って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 、痛い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 、緊急で離脱ほら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 、よっしゃー。はい、次ドイツ、どこどこどこ、逃げたなやつは。華麗なフットワークで避けやがって。ほら、よし、ライフル強いね、ショットガン並みだね。あ、バッテリーセット、ほら、よし、オッケー。ふう、いざとなったらやっぱりこれが役に立ちますね、この光源が。そしてライフルが強いこと、強いこと。よし、前々回はね、ちょっと私の息がマイクに当たってしまってたんで、今回ちょっと調節してますけど。おお、いきなり乗れた。ちょっとまた横から出てきそうな気がするんだ俺。3人か、危な。また横に回ってきてんだねこの人たち、あっぶな。ちょっとさ、あっぶな。オッケー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 。え、ちょっと待って待って、横にいない、誰かいない。あ、この人もう切れたもん。オッケーオッケーオッケー、投げてきてる投げてきてる、ほらほら、よしよし、オッケー。はあ、戦闘がリズミカルに続きますね。バッテリーもすぐ切れちゃうしな。さーて、とっとっとっと、はい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 、後ろも前も来いよ来いよ、近づいてからの、近づいてからの、よしよしよし、まず後ろを確認、こいつ怖いよね。よし、で今度こっち、避ける。まあ後ろにいんのかな、まだ。よしよしよし、オッケー、バッテリーをセットする。あー、なかなか続くね戦闘が。とりあえずノーダメージできましたよ、なんとか。ライフルの弾、リボルバー、オッケー。ショットガンの方が好きなんだけどな。あ、なんか読む場所ある。コールドロンレイク、湖としては世界第8位の最大水深を誇る
火山の噴火口に形成されたカルデラ湖、うん、湖底火山は今も活動中だが、1970年の、火山性地震を最後に噴火は起きていない。この時の活動も小規模なもので、多少の、家屋損壊は見られたが、死者などの、深刻な被害を出すまでに至らなかった。ブライドフォールズで、最も、風光明媚な場所として知られるコールドノンレイクは、地元の民間伝承にもよく登場し、近隣の住民にとって憩いの場となっていると。ふむ。観光名所っていう感じでもないけどね。まあ綺麗な湖でしたけどね。ふむ。大丈夫か。ちょっと待って、これよくあるパターンじゃないの、これガチャって言って下が割れて、何、ちょっと待って、てか敵が強いやつがいる後ろに。スペース取ってこいつからまず先、なんとかならないか、やばい、バッテリー、とりあえず橋抜けた。武器をリロード。よし、一人消した。怖かった。よし。オッケー。いやー、強いやつ、最初まず殺してよかったね。オッケー。よし。ちょっと待って、避ける場所ないよ、ここ。ほら。よし。お前なんぞもう怖くないわ。オッケー。今のはちょっと怖かったな。ん？あ、赤い花ね。ただ単の。なんかそろそろアイテムあってもいいような気がするんだけど。特に何もなし。こういうところも行く場所ない。よし。さあ、走っていこう、走って。ささっと。特に黄色い模様とか、あった。え、これはどっち？これ先に進めってことなの？それともこっち行けって？黄色いマークはないぞ。あ、原稿がある。原稿を拾う。ちょっと原稿を読んでから探そうか。もっと、コールドのレイクにて。もっとっていうのはその誘拐犯の一味なのかな。もっとはスタッキーのキャビンを残らず探したが、ウェイク夫妻はいなかった、はあ、あ、やっぱりそうですね。夫妻の湖へ向かう道の行き止まりで発見したとき、辺りはすでに暗くなって。なるほど。意味が分からなかった。夫妻の姿はどこにもない。もっとは苛立ち、朽ちた吊り橋の残骸を眺めた。ずっと昔に沈んでしまったダイバー島への吊り橋だ。はあ、またボスに怒られちまう。なるほどね。怒られちまう。夫妻の、ウェイク夫妻の誘拐する前のお話なのかな、これは。よいしょ。え？ああ、びっくりした。もう行けない、帰れないかと思ったよ。ここにあったんですよね。あれ？違ったな。向こう側にあんのかな、じゃあ。あった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 、ここにあんのね。了解。開ける。フレアガンを取る。よーし。フレアガンも強いですもんね。3匹くらいならあっという間に倒せるん で、進行方向は向こうみたいですね。よし、テンポよくやっていこう。テンポよくサクサクっと。もうテイク2、3、4とか続くのはあんまり避けたいところ。まあそのうちになりますんで、お楽しみに。すぐなりますんで多分。あ、こっち行けって。なるほど。よいしょ。これは押す。うまくできてるね。ちょっと落ちる。よいしょ。蹴る。そういうアクション要素を設けてるわけですね。何これ、お屋敷がありますよ、こんなところに。あれ原稿じゃないの、あれ。
違う？あ、原稿に見えるだけ。あら、コーヒーポット、あ、閉まってるみたい。お、地下から行くのか。蹴る。何これ、なんかハートマークが書いてあるよ。何これ、いっぱい書いてある。 I curse you。 何これ、トーマス、トーマス・ゼイン。あー、あの人ね、トーマス・ゼインを呪ったって書いてますね。トム、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 トム。Did you write this? これを書いたのは君かって。I miss you, Tom。トムって誰でしたっけ？あ、トムって全員のことか。なるほど。あ、そういうことね。トムって全員のことだと思うんですけど。You talk to me on TV。テレビで俺を話しかけたよねって。CNTZ。TZ っていうのはトーマス・ゼインのこと？CW っていうのが多分おばちゃんじゃないかな。I miss you, Tom。もう至るところにありますね。トム、トム、トム。あ、ここにもなんか書いてある。すごい。なんかトム、トム、トム、トム書いてあるよ。だんだん気味が悪くなってきた。廃墟って感じですね。お、リボルバーの弾薬を取る。なんか出てきそうな気がするな。これは何これ、ショットガンの弾を取る。ふむ。おお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 お、発煙筒ね。発煙筒いっぱいあるってことは敵がワンチャンが出てくるんだろうな。ライフルの弾薬を取る。ライフルにしとこっか、16発あるから。よし、多分上で戦闘が繰り広げられると予想しております。大丈夫か、大丈夫のようだ。廃墟を抜ける。おう、何なのこれは。廃墟が、ああ、超いっぱいいるんだけど。ちょっとまずこういう人たち消したいんだけど、ダメかな。入った。ちょっとそんな甘くなかった。ちょっとまず、落ち着こう一回で、あの人たちをこれで消す。で次はこの人ね。まだいんのかな。まだいるわ、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 いって、ちょっと一回、いっぱい、いった、どこどこ行ってる、どこどこ行ってる、どこどこ行ってる。フレアガンの弾リロード。よし。あ、メッサいるんだけど、ちょっと。メッサいるんだけど。メッサいるんだけど、とりあえずもう、わけわからん。よしよしよし。オッケー。よしよし。もう使えるものは全部使って。よし。はぁ。あー、怖かった。怖いっていうか難しいね、やっぱね。ハードにしたことを忘れていたよ。それで、とりあえずこういうのもリロードしとこう。あ、OK ね。バンバン使っちゃったよ。OK。ここジャンプでいけるのかな？ジャンプ！ OK。で、ここを、ここから降りるのか。ここはそのまま行っていいみたいですね。よいしょ。いやー、なかなか、なかなかですね。これ裏口につながってんじゃないの、ほら。あ、あった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 。オッケーオッケー。廃墟は抜けたよ。待ち伏せもなんとか倒してね。こっち側みたいですね、行く方向は。なんか向こうにも行くとこなんだけど、またあれかな、あ、行き止まりか。ふむ、なんか原稿があるのかなと思ったんだけど、あれ。さて、じゃあミラー峠の展望台へ向かう。コールドロン・レイクが見えた、うん、
島とキャビンがあったあたりにはポツンと明かりが浮かんでいるだけだった。おそらくボートだ。なるほど、キャビンがね、この人たちが泊まってたキャビンにはもうなくなっちゃったんですよね。なくなっちゃってか、あ、なかったってことですよね。原稿が落ちてる。で、あのボートに誘拐犯がいる。流行る気持ちと恐怖がせめぎ合っていた。でも銃も持ってるしね。ウェイク、クリニックで目覚める。伸ばした手の先でアリスの姿は溶けてしまった。はあ、意識が遠のいた。彼女がいた場所にはハートマンが立っている。殴ろうとしたが両手が言うことを聞かなかった。ハートマンはお医者さんですよね。無理は良くない、奴のなだめるような笑顔が無性に腹立たしかった。殴る。今は安静が第一だ。また発作が起きたら困る。君はここの患者なんだ。何、精神病院に入れられたみたいな感じになっちゃったの。よくわかんないんだけど、クリニックっていうと病院っていうまではないと思うんだけど、ここには何もないのかな。え、誰。おい、ここだ、今行く。来るな。すいません奥さん、知らなかったんです。人を干すなんて。どういうこと。本当に知らなかったんです。奴の女房がどこにいるかなんて知りません。きっと溺れた。溺れたんだ。奴に原稿を書いてほしくて騙したんですよ。どうしたの。ごめんなさい。あ、すいません。お願いだ、助けて。何が起きてるんだ下で。あれ、やられちゃったってこと。奴の奥さんだなんて知らなかったんです。全然わからないですね。誰かにやられちゃったってこと。その誘拐犯もなんで原稿が欲しいのかもよくわからなかったんですけれども、特にこういうところにも何もない。よし、ってことは闇のあの追っ手にやられてしまったということだと思うんですけどね。どうかな。お、あ、もう取り憑かれちゃった。どうしたの。はっ。なになになに。あー、吸い込まれちゃった。あらー、なになになに。あ、え、あー、コールドロンレイクに吸い込まれていくってこと。どういうこと。沈んでいっちゃうよ。アリスも連れて行かれちゃったのかな、その闇の底へ。どういうことなんだ。誰かが助けてくれてる。え、データちょっとまたここ著作権引っかかるんで、ここで一回切りますね。またアランウェイクって出てますね。また音ここ消しますんで、すいません。よし、切らなくてもいいかな、ここ音だけちょっとね、切らざるを得ないんですよ。申し訳ないけど著作権に引っかかっちゃうみたいで。よし、スキップ。ここまでのアランウェイク、俺は FBI に追われている。 FBI に追われている。まだもうちょっと時間あるんで、もうちょっとやらせてください。書いた覚えのない俺の原稿が現実となり、はい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 、俺の物語は次第にジャンルが変わってきた。ホラー小説だ。ホラー小説だ。うん。アリスの誘拐は嘘だった。嘘だったんだ。奴の女房がどこにいるかなんて知りません。闇は誘拐犯と称していた男を飲み込み、いよいよ俺に迫ろうとしていた。ってことは命令されてたってこと。奴の女房がどこにいるか、やっぱ誘拐はしてなかったんですね。大丈夫、また怖い夢。うん、アリス、気がついたね。ハートマンさん。俺は鎮静剤を。あ、ハートマン殴った人ですよね。そういえばまた発作が起きたんだよ。何？ん？
何より今は安静が第一だ。また発作が起きたら困る。奥さんの面倒を見ようとしてた人ですもんね。入院してしばらく経つ。奥さんの死がよほど答えたんだろう。奥さんの死？そんな。君は様々な心の病に苦しんでるんだ。貴様、殺して。大丈夫よ、アラン。心配ない。奥さんは結局死んじゃったってこと？それとも夢の中だけ？どういうこと？誰かに救われたんですよね、多分湖に落ちた後。それがあのハートマン氏だったの？そんなことはねえだろ、あんな山奥に。意識が朦朧としていた。ハートマンに打たれた薬のせいで何もかもが。なるほど。テレビの向こう側の出来事のように感じられ、何も考えられなかった。鎮静剤か。鍵が囚人同然だった。鍵がかけられてんの？精神病院みたいな感じだね。え、どうすんのこれ？本当に。え、あ、来た。いやー、アラン、気分はどうだね。落ち着いたかい？落ち着いたよ。ああ、また物騒なお供が一緒のようだからな。これでも聞き分けはいいんだ。うん。その調子だよ。実に勇ましい。君はひどく混乱しているんだ。無理もない。私を疑わなかったら、かえって心配するところだ。どういうこと？それはどうも。さあ、それではクリニックの案内がてら、君の記憶を整理してみようか。ほう。新鮮な空気とちょっとした散歩だよ。いい気分転換になる。なるほど。じゃあもう実際奥さんは亡くなっていて。ここが患者棟だ。ジャックが釣りに連れて行ったから今は静かだ、ね。それを認めたくないアランが。ほう。このクリニックでは創作活動を治療の一環と考えている。私はアーティストの治療が専門で、ね、なるほど。なるほどね。その調子だよ。君が協力してくれれば。この人 FBI にも追っかけられてたはずですよね。さあこちらへ。じゃあ精神、やっぱ精神病棟なんだね、ここはね。だから鍵いっぱいかけられてるんだ。ほう。さてアラン、これまでの経験から君には担当直入に伝えるべきだと判断したので、思い切って言わせてもらうが、アリスは亡くなったんだ。アリスは亡くなったんだ。この現実を受け入れない限り回復は望めない。なるほど。彼女は溺れたのだ。君はそれを受け入れられず幻覚に苦しんだ。なるほど、うん。光と闇の戦いなどという病的な妄想に取りつかれ、君の思考や夢が全てに影響を及ぼすと思い込んでしまった。はあ。君の心は手の込んだ幻想を作り出した。そこでは君の書いたことが現実となり、アリスは誘拐され、闇の力が君を狙っている、ね。なるほどね。ふん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 。まあよくありそうな話ですよね。これ以上薬を打たれないよう、俺は平静を装った。嘘に決まっている。嘘に決まっている。薬の影響で奴を信じてしまいそうな自分もいた。でも奥さんは死んだってことですもんね、もうね。奥さんは不幸な事故で亡くなったが、他には誰一人死んでいない。君の妄想は耐え難い現実から君自身を守ろうとする無意識の現れなのだよ。そうですよね。そういう幻想はそういうとこから始まりますもんね。本能的に私を拒まず、考えてみたまえ、うん、君の心が作り上げた超自然的な陰謀説よりずっと筋が通っているだろう。君がもともと懐疑的なのは知っているが、全て説明がつくのだよ、論理的にね。お医者さん的な感じですね、科学者的な。これは日時計って感じ。よくできてますね、でもね、ディテールまで綺麗ですこと。まあ、素晴らしい眺めだろう。インスピレーションの宝庫だ。うん。眼下にコールドロンレイクが広がり、対岸にはミラー峠が見えた。あれですね、ミラー峠。アリスと一緒に訪れたはずのダイバー島があった場所には何もなかった。そうですよね。何も、もう1970年代に沈んでしまったということなんで。どうやら嵐が来そうだ。予報では特に何も言っていなかったようだが、まあよかろう。はい。
さあ次はこっちだ。ちょっともうちょっと早く歩いてくれると助かるんですけど。喜ばしい。今君の幻覚は収まっている。うん。症状を繰り返すたび、妄想の暗い淵から現実に立ち戻るのは困難になっていくものだ。君の場合は仕事柄想像力が豊かなのは当然といえば当然だが、長い悪夢からようやく目覚めたのだから今安堵すべき状態。今は症状が収まってるってことね。それができないのは私が信じられないから、それとも自分が病気だと認めたくないからかね。私を敵とみなすのも無理はない。大抵自分が病気だってことを否定をしますもんね。ハートマンが自分の演説に酔いしれている間、俺は手のひらに爪を食い込ませ、なんとか気を確かに持とうと努力していた。まずはそこから共に回復への一歩を歩み出そうじゃないか。すごい厳重ですね、やっぱり。こっちだ、中に戻ろう。あんなところに。はい。怖いぞ怖いぞ怖いぞ。私のコレクションに感心していたよ。狩りはいい。人間が自然に立ち向かう素晴らしいスポーツ。ハンティングはね、アメリカですごい有名なので、結構誰でもやる感じですね。捕まえて捕まえてもね。俺は悪夢の化身なんだ。超怖いんだぜ。夜中にバッタリ出くわせないようにな。なんか面白い人ですね。エマーソン、植木さんをこれ以上混乱させないでくれ。ちょっとあれを取りに行きますか。あそこにね、あれがあるんですよ。これね、なんか面白いですね、やっぱりこういう精神病棟。この人はアーティストを専門に治療するって言ってたんで、あの人たちもなんかまあミュージシャンとかそういう系なのかな。この人は誰？看護婦さん。どうした？こっちだよ。この人もさあこっちだ。おばあちゃん。はい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 。え？この人ハートマンじゃないよ。あ、またコーヒーボット。どこ行った？ハートマンについていく。こっち行ったのね。あ、なるほど。さてと。部屋にタイプライターがあっただろう、治療の一環として君は小説を書いていたのだ。読むってやったんだけど、どこ行っちゃった。あーあったあったあった。読む。コールドのレイクロッジへようこそ。当クリニックでは専門的な治療を行っています。以下の注意をお守りください。治療や創作活動の妨げにならないよう、ご友人やご家族の面会は必ず事前にご予約をお願いします。創作活動に勤しむ他の患者さんのプライバシーを尊重しましょう。はい。焦りは禁物。当クリニックの患者さんたちは、みんな、一朝一夕には解決不可能な創作上の問題を抱えていらっしゃいます。焦らずゆっくり時間をかけましょう。皆さんは自らの意思で各症状に合わせた個別の治療を受けていらっしゃいることをお忘れなく。エンゲージメントセラピー TM とその姉妹療法フローは、患者さんご自身が積極的に参加することで最大の効果を発揮します。なるほど。創作活動をあえてさせることで治療をするってことなのかな。あれ、ちょっと待って、この人たちあそこのバーにいた人じゃないの。なんか変なピコピコハンマー持ってるよ。オーディンとトールだ。ピコピコハンマー。80年代にかけて活躍したいわゆるヘビーメタルのミュージシャンだよ。オールドゴッズオブアースガルズというバンドでピコピコやってるんだけど、自分たちの名前まで国王の神にちなんで変えてしまった。なるほど。バンドの解散後はこの近くの農場で暮らしていたんだ。ほー。認知症がかなり進行。認知症ね。だが介護体制は万全だよ。残念ながら回復の見込みは薄いがね。精神病ではないですね、認知症は。まあそういうのもケアしてるんですかね。なるほど。このおじいちゃんたちも飲み屋さんにいましたもんね。まずいな。話の途中ですまないが、ダイナーでしたっけ。電源が気がかりなので様子を見てくるとしよう。続きは今度。なるほど。君も気分が良かったら部屋に戻って何か書いてみるといい。治療のためだ。うん、わかるね。別に悪い人には見えないけどね。
普通のお医者さんって感じ。やつの頭を叩き割ってやりて。ええ、秘密を探ろうったってあいつには無理だ。俺たちみてえに行かれてねえからな。なるほど。ピコピコハンマーがいいんだけど。どうじゃダメなのさ。行かれた世界は行かれたやつやなきゃ理解できねえのさ。久々に筋の通った話を聞いた。なるほど。全員いいぞ。トム気に入ったぜ。な、全員農場に招待しよう。アンダーソン農場バルハラだ。なんだ、忘れる前に全部書いといたのさ。一気にな、うん、あとはいかに正気を保つかだ。メッセージを探すんだ。ほらよ、あんたにやろう。頑張って。ずっと隠してたんだぜ。隠してたんだぜって言った。いいおじいちゃんたちですね。自分の部屋に戻る。トーマス・ゼインとアシスタント。ゼインにはまるで死が一人でに形をなし、完成されていくかのように感じられた。タイプライターのキーからエネルギーがほとばしるような感覚だった。刺激的な体験だったが同時に恐ろしくもあった。なるほど。アシスタントのエミルがいなければ投げ出していただろう。だがエミルもまた言葉を操ることに長けた青年。エミルなんていう青年がいるんですね。なんか男の人の名前とは思えないけど。よし、オッケー。ちゅうことで、うん、ハートマンに言わせれば妄想の世界に逆戻りだろうが、俺は確信した。やつ、うん、の話は全て嘘だ。アンダーソン兄弟の方がよほど信頼できた。まあ同じ頭がおかしくなった、みんな皆さんと一緒にって感じ。ああ、いや悪いね。農場に行きゃとっておきのやつがあるんだがな、自家製のスペシャルブレンドさ。なるほど。あいつは聞くぜ。頭がシャキッとして、このピコピコハンマーを叩いてるのは何なの。ああ、なんだよそのジャケットは。ダサすぎて投げてくるぜ。なるほど。トムのせいじゃない、これもあの魔女の仕業さ。トム、トムと混乱してるってこと。盗みやがる。俺の雷もな。雷もな。俺のカラスもだ。俺、記憶と思考だ、あの魔女め。魔女。あんたもあいつに大事なもんを取られたんだろう。もうなんか全然わかんないですね。この湖はパワーをくれるんだ。クリエイターや。この人たちも、その人たちに関係があるんですね。悩みはシフトインザスリープ。In the darkness of the lake。 なんか日本語チックに歌ってる。オブザレーンって言った。あの何もかもねじ曲げちまうんだ。ランプおばさんに聞いてみな。なるほど。あの作家がどうなったかってな。おめえはずっと利用されっぱなしじゃねえか、それもてめえから進んでのこのことな。なるほど。違う違う、俺のせいじゃないさ。なんたって俺らは人間のクズで、ピヨピヨの老いぼれ。ピヨピヨの老いぼれってどういうこと。ピヨピヨ、ピヨピヨの老いぼれ。あ、だからピコピコハンマー叩いてんの。まあいいけど、とりあえず、今回あれまだ話すごい。パワーをくれるのね。パワーをくれる。分かった分かった、ありがとう、ありがとうございます。昔はまだ続くんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。わざわざ。ということで、今回は、ちょっと、まず続くんかい。こいつが追っかけの娘に命中しちまった。はい。15針も塗ったんだぜ。はあ、それは大変でしたね。ボブも死んじまったけどな。それはそれは。かわいそうに。はい。ちょっと、この辺で切りたいんですけど、いいですかね。あの楽しかったよ。はいはい、楽しかったんでしょうね。はい、じゃあ失礼します。中国じゃあクタクタだね。はい、もう逃げよう逃げよう逃げよう。はいはい。自分の部屋に戻るということで、また、ね、今回ちょっと長くなっちゃいましたけど、今回はこの辺りでお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。では。